鈴木先生順番に、ね、回ってくれるから、まだ待っていてくださいね。
食べないで待っていてね。お魚さんは入れちゃダメだよ。お魚入れない、昆布だ。はい、ありがとう。どうぞ、昆布入れてください。みんなで1個ずつ入れよう。はい、どうぞ。2個入れちゃってもいいよ。昆布だけだよ、昆布だけ。はい、どうぞ。昆布入れてください、ゆめちゃん。はい、どうぞ。はい、どうぞ。昆布入れてください。ありがとう。はい、昆布入れてください。入れましたか？まだ何も触らないでくださいね。昆布だよ、昆布入れてね。はい、ありがとう。はい、どうぞ。今ね、肉神さんの方にね、はい、お鍋回ってきています。昆布入れてください。はい、ありがとう。はい、お待たせしました。お鍋に入れてみよう。はい、昆布入れてもらっています。みんなお手伝い上手ですね。はい、上手できました。はい、どうぞ。いいよ、昆布入れて。じゃあ次。はい、ありがとう。昆布の方がね、無事にね、入り終わりましたね。みんなお手伝いとても上手でしたね。そうだね。あたかと尻尾取れたやつをじゃあ、ね、鈴木先生がもちろんお鍋に入れてもらいたいと思います。頭と尻尾取れたら、ゴミ箱に捨てちゃって大丈夫です。頭と尻尾はゴミ箱に捨てていいですよ。でも静かにしよう。待て待て、はい、間違えてお腹の方向に気をつけてくださいね。入れてごらん。すごく上手。よいしょ。はい、いただきた。頭と尻尾取れたかな。水が入ってたね。水が入ってた。待っててね。はい。
匂いだよ。はい、バンジェル電球さんもね、とってもね、素晴らしいです。きっと匂いが違うかな。はい、行きますよ。行きます。コング。はい。どう？いいよ、見える。ちょっと違う、湯気だね。違う、違う。飲んだ。どう？
緑の線が書いてあるやつ持ってください。匂い嗅いでみて。それね、昆布です。今度昆布のお出汁です。匂い嗅いでごらん。いやいい匂いする。じゃあ飲んでいいですか。じゃあおかわりしましょうね。
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。